次へとつなぐ大事ないスタートです。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先頭を行ったのはエルコンドルパーサー。2番手の位置で先頭を伺うのは4番オグリーキャップ。それを見るようにメジロマックイーン、コパノリッキー追走。うちには2番オグリーキャップ。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭集団を見ていきましょう。エルコンドルパサー先頭に立ちました。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。エルコンドルパサー早くも先頭に躍り出た。続いて4番オグリーキャップ、外目をついてメジロマックイーン、少し離れて2番オグリーキャップ。それを見るようにコパノリッキー。一馬審査マヤのトップが向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ7馬身。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。先頭は以前エルコンドルパサー2馬身リード。続きました4番オグリーキャップ、その後ろ2番オグリーキャップ、その外並んでメジロマックイーン、マヤのトップが続いている。内をついてコパノリッキー、その外並んでイナリーワン、少し後ろからタマモクロス、その内並んでナイスネイチャー。エルコンドルパサー先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、まもなく第4コーナーカーブ。地方レース上トップクラスの長さを誇る大井の直線に差し掛かります。最終コーナー最初に立ち上がったのは2番オグリキャップ、そこから上がってきたのはタマモクロス。残り200、2番手争いはタマモクロス、いなりはタマモクロス、完全に抜け出した。タマモクロス差し切ってゴール、勝ったのはタマモクロス。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝。2着か、悪くない結果。